聞いてもいいですか。あ、こっちか、こっちか。教えてください。まあ見ての通り彼が主役なんで、まあ、彼に見ておいてください。そしてパイさん、前へ習え。以上で拍手をお願いします。いいですか、喋らせても大丈夫ですか。許可いただきましたんで、じゃあお渡しします。まあコスプレの衣装もだいぶ仕上がってるんで、まあ頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。いきましょう、両チーム握手を。東撃05ファイナル準決勝第1試合、レディーファイト。さあまず先方で出てくるのは金デブのエディ、カプコンゲーからの刺客金デブ。彼は本日のカプコンファイティングジャム優勝者、孫とチームを組み去年のカップ S2 を制した男です。その男に対するのはやはりこの男、アルカディアライターパチ。さあベスト4、今年これで3度目の正直。さあ早速行ってみましょう、準決勝第1試合。さあワンピー側、これは小川ではない。さあもう名古屋でカプコンゲをやってる人で知らない人はいないでしょう。金デブギルティに殴り込み、対するツーピー側、マオリキャスター小川、小川のマネージャーだけじゃないんです。ファウスト使いとしても超一流、パチのファーストが先方。さあ足に離れてゆっくりと様子をうかがう、伸び道具を巻いて上からボンボ決めて中段、しっかり決まった。1本目まずはパチ。さあやや押され気味の金デブ、ここ2本目重要なところ。さあベリージャンプディ前を離して、エディはワンチャンス、ワンチャンスあれば OK。 じっくりと前を離し、さあしかしさすが小川のマネージャーといったところか、エディ戦を一番よく理解しているファーストといっても過言ではない。パスパスト、さあどうなる、エディを出して、どうもビルが届かない、コモつなげ。さあこの冒険は一匹発生コンボ、大きな目は投げ空振り、しかしタッチエース日本ストレートで勝ったのはパチ。さあパチが勢いに乗って決勝への道を一歩一歩歩んでいく。そこに立ちはだかるのはクボスレイヤー。ここに至るまで九立てと一人で勝ち抜いてきた猛者が立ちはだかる。さあ中堅クボスレイヤー、小川を貯めるのはお前か。ここで予選からの勢いを武器に守りキャプター小川に立ちはだかってほしい。しかし相手は先ほどの動きを見てもこのパチの今日のファーストは仕上がっている。デッドアングル、さあ爆弾、運までも味方している。前を離して前ハイエース、さあパチが一本歩いて引っかかった、おバカなぶり、体力半分バーストなし。さあこれ一発で厳しくなってきた。しかし隕石引きずり落として
もう一発何かが寄ってきた。これは見ない。バカわせスキャッシュしてエグドリル、上からイン無敵でかわしてロマキャンパイル、いちいち盛り上がってきた。倒せ、どうだ、キーンバトローギャンプッシュして攻め止める、しかし立てず、あーっとカメラディバスケカウント、レレレが引っかかって残り2ドット、やはりバスなのか、一滴ダメだ。マチが似たでストレート、小川だけと思ったら大間違い。マネージャーでありながらこの男は十分に強さを兼ね揃えている。ベスト4、3年目、3回目の正直にして、あと1人、決勝まであと1人、最後は同キャラ戦。対するこちらファウスト、関西最強のファウスト、そして KOF からの刺客、今年はギルティ一本に絞ってきた RF。 あー、意地でも負けられない同キャラ戦、チームメイトの期待を背に受けて大将 RF。 さあ相手は今日絶好調のパチ、もはやアイテムの引きが勝敗を分けてしまうのか。さあ LP からと前離れたか、しかし押す攻め、ダストは仕掛けに負け、助けから拾ってアイスを届かず、さあ物の長い分があるのはどちらか、しゃがみにかわせバーガーがヒット、さあ痛い、おっと合わせた、刺さった、やはりパチはやばい。この男まさに今日勝つために、まさに今日は勝つためにか、ああいう条件。さあパチがマッチポイント、しかし同キャラ戦、運だけでは測れないものがある、それを証明してくれるか、アレフ。中からだけで、さあ先に名手を引いたアレフ、引きずり落とせず、しっかりガード、あーっと下段が当たって、またまた離して、体力はほぼほぼ、でかい一発だ、先にどちらが行くのか、さあ、タイプから、つなげた、マイピー、下段が当たって、投げ、さあ、何が出る、さあ、残りでロボット、レレレが当たって、ジジイ。さあ、そう簡単に勝たせてはくれない。まあ、ええよっと、あれが出るかな、テレビからアバスト、さあ、どうして前はいいよ、届かず、迷惑でしょ、さあ前を外して、あっとキンバーストが当たって空振り、何が出るんだ、ハンマー3つ、しかし空振り、さあ爆弾が2個かわして、しかし DO 徐々に徐々にパンチの体力を削っている。
意地で前方パスをください。粘って勝ちをもぎ取った RF、 対するはこちらエディにカーソルが合っています。もはや多くは語る前、ただ見よそのプレイを、その力を。さあ体操服に身を包み、心も体も清らかにということ。しかしその中身はまさに暴力そのもの。このエディ風剣で小川さあ離して、さあバーストゲージがないアレブ、いきなりピンチか。さあ危ない、拾っている。なあ8割ゲットで1本目小川、そして小川にマッチポイント伝統。デレが当たって、さあ半分ゲット、画面端同点が当たって JP で割り込み、一応返させない、潜った、しかしあっと SS 1-1、粘る大将アレブ、助けろ。これはどうだ、ラスト全部いった。先に決勝に駒を詰めたのは守りキャプター小川。さあ勝利を収めたチームに大きな拍手をお願いします。準決勝第2試合、選手の入場です。ワンピーカは中部エリア D2 セガアリーナ代表、メルティブラッドシャープリロード。凄まじい歓声。 2P 側中部エリア D4 ミラクルウォー沼津代表、有限会社牛丼チェーン店深夜。いました、先頭にがっちりした男が歩いてきた。大人気だ。さあそれでは決勝をかけて戦う両チームに話を聞いてみましょう。今のお気持ちを教えてください。まあ、ここまで来たんでやれるだけやるだけです。そして緊張してるけど頑張りますんでお願いします。リラックスね。そしてそろそろ頑張りたいと思います。そろそろ頑張ってもらいましょう。拍手お願いします。そして再びがっちりした人が来ました。がっちりしてるわ、がっちりしてる。ほら見てみろ、この二の腕力こぶといったところですけどもね。今の気持ち教えてください。超気持ちいいです。出た。まあそれ言った人最近調子悪いですけどね。そしていや戦闘服に着替えたら弱くなったんですけど。大変だ。そして決勝であいつが待ってるんで頑張りたいです。出た。でもまず倒さないけない相手がいます。握手をお願いします。それでは始めたいと思います。東撃05準決勝第2試合、レディーファイト。
まずはメルティブラッドシャープリロードチーム、こちらそろそろ頑張りたいという素敵なコメントをいただきましたクルス選手。しかしここまで活躍がなかったからといってそのままダメということは決してない。去年の覇者松がそうであったように、そして対する有坂慎也、忘れもしない第1回投撃のあの屈辱、それを払拭するためにもう DVD での反省会はごめんだ。さあ始まります、準決勝第2試合、クレジット対ロボ界の先鋒戦スタート。さあまずは今日どこまで調子が上がらなかったというクルス、足に追い詰め、さあ逆に本日絶好調の有坂、この対極的な2人の対戦、結果は果たしてどうなるのか。さあ足に追い詰め、さあ割り込む隙を与えない、右攻め動かして、はいダメージ、ミサイルは出ず、しかし半分ゲット、中断、全部減って1本目は平和クルス。さあ開幕からロボ界ペース、有坂が攻め立てる、画面で中断からこれまたハイダメージ、さあ残りドットはジャンプ攻撃が上からバシンと、さあ1-1、さあ奥でね仕掛けたのはありたか、引かされて、さあ間合いの取り合い、ダッシュで寄ったのはクルス、さあうまく有坂が割り込んでと時間差起き上がり、めくりの伏せ目、おっと投げが出なかったか、さあ反映されて、おっとバースト読み、しかしバーストを打たず、中段からさあずらしが当たったか、有坂が割り込んで、青葉も警戒していた、有坂慎也一人抜け、ゲームオーバー。さあそれでは先方、あ中堅先方戦始めてください。まず勢いをもぎ取ったのは有坂慎也、それに対して続いて出てくるのはこちらビッグのディズィー、ディズィー使いが少ない関西にもたらされた本物のディズィー使い、関西のディズィーはいかほどのものか、その目で確かめていただきましょう。さあ全員が飛び交っておるこの状況、中堅ビッグ関西勢の声を背にして、さあこれはまくられない、しかし相手はその先方有坂、こちらは本日本戦1回戦より好調し、走り詰めて下ハイカウンター、おっと思ってなかったさあ重いロボカー相手にどういったレシピでコンボを組み上げていくか、ここもまた見どころ、さあいきなり魚上に逃げる有坂を下で捉えて画面端、青バーストもかわしてフルコンボ決まった、さあ八の字でダストは届かず、足に詰める有坂、そのまま追い打ちでクラッシュ、助けからさあオプション割ってどうだ、さあ反撃が切れて、さあカードをしている、
効果して、さあ時間と起き上がりを利用して相手の置き攻めを回避続ける有田が効果して、ループさせて画面端、さあうまい、上に逃げる有田を仕留められるか、反省投げたの有田が投げ返し、これで1時さあどうなんとか中継戦に並びたいビッグ、ここは負けられないが、あいつ有田も当然その思いは一緒、負けに対象を引きずり出し大きくアドバンテージを取りたい、焦がせ、あおっと騙そうになってない、そうは当たっている、ビッグが勝ってこれで前方が倒れ、次は中堅戦、ビッグその活躍で勢いを握らせない、逆に勢いを握るという可能性もあるでしょう。対して出てくるのはもはや皆さんご存知、ネモノファウソ。さあ本日はわざわざ戦闘装束に着替えて決勝のその舞台に立つことを、さあ声援が飛び交う中、大事な大事な中堅戦スタート、さあ去年の悔しさを忘れてないでしょう、ここでネモが出てそして決勝につながるような動きをしたいところ、対するビッグ当然ここも勝ち、先へ先へと決勝への駒を連れていきたい、そう思いましょう、さあハイジャンプから投げたのはディディ、そしてそのまま置き攻め、ネモが投げ返してロボキャン、ダメージをしっかり取って爆弾から、はい、さあ甘からどう空港を決めて、おっとなんと勝ち系、さあネモがまずは一本、さあうまくオプションをばらまいて気を伺いところを低空ダッシュが刺さって、さあまずはビッグティティが飛ばせて、おおうまい、魚をあらかじめ置いて前を取って緊急回避、さあダッシュワードダッシュワードよく当たる、読みが冴えているビッグティティ、さあどうだ投げてきて、さあでも巻き返ってるか、しかし払い、ここで 1-1、 さあネモが来た、開幕ワンチャンスから体力半分ゲット、魚割って誰で、そしておっとハイエス繋がらなかったか、ゼロドット鉄拳、貴重な中堅戦制したのはネモ、ネモの去年の負けゼリフ、ギャラリーを全員敵だと思ったのが敗因でした、それを今回は味方につけてきたようです。さあそして最後のネモに対する相手はレナのミリア、ギルティ史上ミリアは少なからず決勝大会、しかも決勝戦に因縁が深い、今回ついにその因縁を、その呪縛を解き放つことができるのか、さあ追い詰められたメルティブラッド大将レナ、巻き返したいところだが相手は去年も攻撃準優勝のメンバーネモ、さあ勢いに乗っているところをどう対抗するか、さあ降りて立て約束か、
しっかりガードしきってダッシュマイピー、わー痛い。さあ受け身で割れて、しかしわー大きなアドバンテージ、ここを巻き返せるか。前転段から叩きつけて、おっと、さあワンミスがイノストリー、ネモがマッチポイント、キリピー対空、あっとループが繋がらない。さあキリピーから叩きつけて中段ガード、さあ限定でガーデンを出して強気にめり込む、空中投げ、さあ気がつけばレモの体力がなくなった。大将粘る一時、さあ寄っていったが待ち構えていたレモ、さあ薄いミリアの走行、まさに今打ち砕くのか。あーっと前転読まれていた。勝ったのは有限会社牛丼チェーン店シア。見事決勝戦に進んだチームに大きな拍手をお願いします。さあ泣いても笑っても闘劇05ファイナル、これが最後の試合です。皆さん思い残すことないように心から精一杯応援の声そして拍手よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあこの勢いに乗っていきましょう。決勝戦選手の入場です。ワンピーゴー関東エリア B3 ゲームランド心代表マオリキャプター小川、すごい姿で出てきた。ツーピーゴー中部エリア D4 ミラクル沼津代表有限会社牛丼チェーン店深夜、さあ来た。さあこの2チームがこれから優勝をかけて戦ってくれます。それではまずコメント、もう今の気持ち正直に教えていただきましょう。お願いします。はい、まあ予定通りという予定通りなんですけども、まあこれ以上ないぐらい一番やりたい相手と、決勝で当たれたんで、俺の出番あるかどうか分かんないですけど、なんとか、勝ちたいと思います。出番がないかもしれないというコメント、そして林さん、やっとここまで来ました。まあ去年小川を任して、まあその次の日からもうずっと一緒にいて小川と1年やっぱ苦楽を共にしたんで、この場で最後だけは本当に花を手向けたいと思ってます。はい、ぶっちゃけ真面目にことしか言えません。あの師匠とも初の全国対戦初めてなので、でようやくあの自分対ネモさんの夢の実現もできそうなんで、しかも1年越しです。もうこれ以上のない最高の形をお送りしたいと思います。そしてお願いします。もうはい、もう最高の試合になるのはもう間違いないんで、もう皆さん盛り上がりましょう。楽しく頑張ります。
まあファンのみんなのために頑張ろうと思います。いや去年ちょっと悔しい負け方したんですけど、まあそれで1位取れなくて忘れ物を取りに来ました。それでは最後の握手をお願いします。本当にこの試合が最後です。決勝戦始めたいと思います。投撃05ファイナルレディーファイト。パチのこんな思いが聞こえてきそうです。有坂よ、小川をこの業界に連れてきてくれてありがとう。そして俺のために死んでくれ。元第1回投撃でチームメイトだったこの2人、その時はベスト4止まりでした。パチ初の決勝の舞台へ。そして有坂慎也、今回こそは実力を出し切り 120% で戦い切れるはずだ。さあ泣いても笑っても最後注目の先鋒戦、パチ対有坂。さあスタート。先手はまず有坂、おっとレレー、おっとボス。さあこの決勝の舞台でよりいつも通りに動けるのはどちらか。さあ終わった。おばすと呼んで空中投げ離せ、マハイは割り込んでいる、固めて、しかしエランからのコンボ。まずは有坂。さあ開幕クーコンレレーカード。さあ前のトリアンから、おっと一瞬の隙を突いてパチがいった。さあ本日絶好調のこの2人、勝利の女神が吠えるのはどちらか。さあおっと危ない。さあ離して、先手合戦から隙を突いたのは有坂。離せ、ニャットからしっかり見ている中段。さあどうだ、ボートするね、おっと2回封鎖してミサイルヒット。これが科学の力だ。超楽勝の先鋒戦制したのはツーピーが有坂。今日の有坂慎也は一味違います。今まで大会であまり本当の力を見せることができなかった有坂慎也、今日はここに至るまで驚くほど活躍しています。さあそしてその有坂慎也に対するのはカキュン。彼の実力もうみんなが知っている。ギルティギア全国大会壇上の上にいつもいるこの男。さあ声援を背に受けて中堅先鋒戦スタート。さあなんと小川を大将に置いて中堅に出てきたカーク。さあオーバーストは空振り、ダストが当たる。さあ上が一発食らうが、あっと見たら簡単受け身を取って投げて有坂。いやー思いっきりがいい、中段ヒット。大会というものを理解しているのはこの男を置いて右に出るものはいないでしょう。打球がまずは1本投げて
さあ、勝利当たって上から激凛、一旦離れて転ばして有坂が攻め立てるが投げ合おうか。さあ、ジャムが大きなコンボ、バックの投げ、サンパス青2回から全部は減らない。しかし空対空、さあ有坂好調。さあ有坂これに勝てば指定対決。しかしそんなことは言ってられない。カン君さあ、そしてサンパスを投げて画面端、有坂の猛攻が始まる。さあどうだ、ダッソー途中で止めて強化流には頼む。さあこれは痛い、上から一発もらってジャベツ、うおー、レッドゾー。さあ攻め立てる、攻め立てるか、クーザが IS が当たって勝ったのは有坂。有坂慎也が見せてくれた小川まで無傷の到着。